はい、どうもこんにちは。裏切りマンキーコングの藤です。タロ投げちゃうよ。はい、というわけで、ね、本日はですね、中野四季の森公園に来ております。なんでかというと、ピッピーがいるので、はい、ピッピーの巣になったんですけども、なんかね、すごいいろんなイベントやってるみたいなんで、ちょっとあんまりこう邪魔にならないようにピッピーだけ捕まえていきます。あ、早速親ってますね。来ますか。多分ね、5だと思うんだけども、いや、ビリリンジが出ない。あれ、兄貴ね。兄貴はなかなか嬉しいですよ。なぜかというと、まだゴーリキも。一応ね、ゴーリキ持ってて56だからね、まだまだですね。さあ、他の卵は、どんな感じかしら。まあまあ、10キロがもうちょっと開くね。10キロだとサムラーか。サムラーが欲しいです。はい。まあ、こんな感じ。じゃあ、まあ、開いた。あ、でもまだちょっとね、2キロにはね、無限しか使いたくないんで、2キロは放置していきます。探すぞ。ちゃんといますね。ピッピちゃん。ピッピちゃんがまあいるというのは分かったので、結構ね、ゴースとかもね、なんか中野はなかなかいろんなのがいるみたいで、ゴースとかもいるので、まあ、おこぼれにあやかれたらなと思います。出ましたね、ピッピー。じゃあ、明らかに公園じゃないところにいるんだけども、まあまあ、そんなもんでしょう。行きます。あ、AR 持ってる。AR モードにすんないんだけどね、人がいっぱい、人がいっぱいいるので、ちょっと今日は AR やめていきましょうかね。80、楽ですね。あ、間違えた。はい。これで行きましょう。ホイリーよっと。うわ、あ、かわいい。そんな一生懸命殴らなくても、はい、左足の、ね、膝に向かってガツンとね、やっぱ水溜まってると思うんで、投げてきました。はい、デッド。この調子で何匹行けばいいのかな、ピクシーにするために。でもね、すぐだと思うんだ、多分。よっ。あ、全然だった。いっぱい捕まえまーす。じゃんじゃん出ますね。いいですよ。ちょっとじゃあ、鬼スズメは、ポケモン GO プラスに任せるということで、ピッピー行きましょう。でかいな。あ、461、ちょっとめんどくさいか、これは。ちょっとずっと、ずっとか。ずっと、ずっと。ピッピーにずっといて、スーパーボーで、ほらよ。あ、ごめん。ほらよ。あ、ギリギリ。片手で出るの難しいな。さあ、いや、そこはスーパーボールで行く。かわいいな、あのピッピーのあの仕草。うわーってやつ。あれかわいいので、もう。いや、ちょっとこれは怖いので、ちょっとあんまり一匹も無駄にしたくないので、時間効率的にも。これは、ヘイペボーで。ヘイペボー。ヘイペボーでもね、黄色いんだよな。これフェアリータイプかってことかな。さあ。今ですね、2連続でポケモンを捕まえたんですけども、その結果ピッピの影がいなかったんですよ。これもしかしたら、あの初田くんとね、一緒に行った時のあのケーシーの巣だと思って行ったら、だからその一時的にしか出ないんじゃないかみたいな、この公園にはみたいな、そういう悪夢が待ってるんじゃないか。しかし前回と違って、初田も西田もいない一人の状況、俺は耐えられるのかな。いやー、ということで行きます。屋台のね、あのね、バッテリーみたいな電力のやつがすげえ、言ってますけど、負けないように、いいの出ろよ、横だからね、こんな、キノコ親父。でももう一個はね、キノコ親父の次に、もう一人、よーし、来た、そろそろ来てほしいな、もういいだろ、来て、おほー、にゃるめー。はい、頑張るぞ、あと何がいる。なるほどね。あ、でももう10も行きますね。よし、すぐ来るぞ。おいやー。これは多分10ですね。10キロ卵。なんか来てほしいんだよなぁ。ブトが。ブトはもうね、結構ね、最初の段階で俺ゲットしてるかな。何ブトですか、これは。全体的にとっても強ブトか。いや、もうトップブトじゃなきゃダメですよ。はい。ちょっとじゃあ、まだもう一個ね、5キロが来るはず。お、来ましたね、ちょうど。よし、行きましょう。はい。はい。うん。ああ。いや、生えてきたじゃん。生まれてねえじゃねえかよ。生えてきたじゃねえかよ。マジか。いや、そうか。でですね、ちょっとね、僕今先ほどからね、結構ぐるぐる回ってるんですけども、ちょっとね、ちょ見てみればわかるんですけども、ピッピの巣がね、あ、ピッピの、あれが見当たらないんですよ、影が。ということは、これもしかしてここ、巣だけどあんま出ないの可能性がありますね。
ちなみにこの公園は全長200メートルから300メートル以内ぐらいなので、まあ、どこにいても影は見えるはずなんですよね。はい、というわけでね、あれから結構歩いてみたんですけども、ちょっとピッピーの影が出ないみたいなので、まあ、ここはまあそのピッピーの巣なのかもしれませんけども、あんまりそのたくさん出ないという場所なのかもしれないので、ちょっと今回は、はい、探索断念ということで、終わりたいと思います。はい、というわけでね、今日はですね、まだもう一個巣があるので、そっちの方にも行っていきたいと思うので、行ってみましょうか。ブレーブレー、はい、やってまいりました、遊戯公園でございます。さあ、遊戯公園、何の巣になっているかというと、キエシです。そう、僕キエシずっと欲しかったんで、で、まああの巣がなかったんですよ、先週までは。だけども、なんとキエシの巣が、はい、発現したということで、このね、遊戯公園にいて、ちょっとキエシをじゃあ捕まえて、今日中にフーディンを、まあユンゲラはいるので、フーディンを作っていきたいと思います。キエシー、キエシーでもね、影はね、そんなに出てないから、まあ広い公園なんでね。さあ、行きましょう。うい、よかったよかった。ケイシーのね、巣がね、できてくんねえかなって思ってたんですよ。さあ、じゃあずっといて、ずっといて、これ、iPhone で撮るとさ、iPhone 撮ってるんですけど、この俺のこのポケモン GO 用の iPhone の方に、もう指紋がすげえのがバレちゃうの。全然当たんねえし、全然微動だにしないのに。はい、これで、ケイシーをゲットを、シグさんお願いします。あー、よかった。よし、この調子で、何匹だろうな、ちょっと何匹かを数えてみましょう。はい、ケイシェイ、ケイシェイ、あー、結構ある、頑張ります。さあ、来ましたね、これ5キロですね、多分5キロ、あー、そうですか。いや、まあ5キロはね、結構振り分けが多い、まあ変わんないのかなと思うので、結構ね、長丁場が期待されます、期待してですね、想像だろうか。さあ、今こんな感じ。まあ、もうちょっとでまた5キロ嵐がね、来るので、それまで待ちましょう。なかなかすごいですね。ケイシー、スピア、コーヒーキング。コーヒーキングなんで来たのこんな陸地のど真ん中に。まあね、でもスピアもね、なかなか珍しいんですけども、まあ僕はちょっとケイシーの方に、まずはね、重きを置かせていただきます。結構ね、捕まえてはいるんですけどね。まあでもここは全然出ますね。やっぱさすが代々木公園。いろんなところに出ますので、で、しかもこの歩くことによって、卵もどんどん孵化できるということで、僕みたいにね、このベロリンガ欲しいっつって、5キロ卵開けようっつってる人間にとってはとってもいい環境。捕まえよかった。ちょ、じゃあスピアチャレンジしてみます？スピチャレ。いや、スピチャレもいいけど、今スピアチャレンジしてみるか。はいはい。さあ、結構佳境です。あと25。はいはいはい。頑張りましょう。スピチャレするか、スピチャレ。はい。ブー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 。スピ、遠いな、お前。ずるいなんか、そのなんか一歩手前に。よし。お前なんかスーパーボールで十分なんだよ。ほら。発射しよう。スピアエクセレント王子。行くよ。行くよ。行かないんかい。さあ、ケイシーがですね、今、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13匹います。そして、ケイシーの海が、87。ちょうど100個になりました。そして、このユンゲイ。これね、ユンゲイちゃんがですね、なんとですね、はい。トップレベルだぜ。ウィーカスボーイ。はい。最高のブレイク。ね、いいじゃないですか。なので、このね、彼を、進化させることができるようになったので、遊戯公園マラソンは終了。おいえー、もしかしたらこれ5キロ4連続じゃないですか。行きますかい、行きますかい。これが2キロだったらもうこのまま、はい、ウェイつって帰りますけども、来た。まあ1匹はね、いい、1匹はよし、ベネ飴がもらえるんで、いいですね。飴結構溜まってきたぞ。よしよしよし、いいぞいいぞ。はい、そして次はさあ来るよ。いや、ベロリンがマジ来てほしいな。ベロリンがさえ来てくれれば可愛いんだけどね、めちゃくちゃめちゃめちゃ可愛いんですが、違うんですよ。よしよしよし、あと2だぞ。頼むよ、マジで。うん。2回。2も紛れ込んでましたね。はいはいはい。いいよ、よっけよっけ、大丈夫。よし。頼む。マジで頼む。いやー、でも出ないのかな、ベロリンが。出たことねえからな、まず俺。パラスタポ？パラスはよく出るな、ちょっと可愛い。マジ、なんか出てる。ちょ、なんか出てる。Go プラスがブーブー言ってる。ちょっとそれだけ見たい。さあ、これで。ダメだこりゃ。
ダメだこれ、ダメだこれ、やだんだった。ああはい、ということで、代々木公園の方でね、たくさんケーシーを捕まえまして、やっとユンゲラーを封印できるようになったので、とりあえずね、よかったということで、で、なんか、ね、結構ピッピが何回か出たので、まあ、遊戯公園でピッピ集めるのもありかなと思いました。さあ、でもピッピはまあ、一応お台場にも、ワイジュインズベイベイでお台場にも出るので、あの、お台場の方に行ってね、またね、まあ、珍しいポケモン、まあ、あと、沢村と、ベロリンガと、あと、イワークあたりが、ちょっと、捕まえるのが大変そう。あと、万力を捕まえて、怪力、ぐらいかな。うん、なので、まあ、結構、もうちょっとなので、まあ、またお台場にちょっと繰り出していこうかなと思っております。はい。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。それでは。